どうもシャロンです。というわけでね、今回なんですけれども V スタースペシャルセット発売しました。皆さん購入しましたでしょうか？ロトム V スターだったりとか、ザシアン V スター、ザマゼンタ V スターっていうね、新規カードが登場したわけなんですけれども、これらのカードで環境に変化がありましたということで、今回はこれらのカードを使ったジムバトルだったりとか、大会で優勝したデッキの方を紹介させていただこうと思います。それでは早速ザシアン V スターのデッキから見ていきましょう。はい、まずこちらですね。こちらは山陽堂トレカ館さんの、大会ジムバトルの優勝、まどか選手のザシアン V スターデッキですね。デッキレシピとしてはいわゆるターボザシアンのようなね形になっていて、不思議な尻尾のミュウだったりとか、輝く月光がでデッキをブンブン回してメタルソーサーを絡めて戦っていったりとか、クロススイッチャーも打っていったりとか、そんなようなデッキ構成になっています。採用カードはメインアタッカーのザシアン V が4枚、そしてねザシアン V スターが2枚の採用となっています。正直ねザシアン V だけでも攻撃性能はかなり担保されていて、どちらかというとザシアン V スターは、V スターパワーを使うっていうのはもちろんあるんですけれども、ブレイブキャリバーのね反動っていうんですかね、デメリットを解消することがね進化するとできるんで、それをね目的として採用されているっていうね部分もあるのかなと思いましたね。あとは月光手裏剣のね2枚取りを防いでくれるマナフィーだったりとか、火力を上げてくれるガラルニャースとガラルニャイキングが1枚ずつ入ってますね。ガラルニャースはもちろんガラルニャイキングに進化するためっていう使い方もありますけれども、あえてね手札から鋼エネルギーを切って、ガラルニャイキングを持ってこないというね選択をするっていうのも、使い方の一つとしてありますよね。それによってメタル操作を使えるようになったりとか、クロバット V のねドロー枚数を増やしたりとか、そんな使い方ができますと。他にネオラント V とかも採用されてますね。サルジエの槍歌も入ってるんで、これを使って鋼エネルギーをデッキのトップに乗せて不当の剣を使うという動きをすることによって、例えば先行1ターン目とかだったらね、不当の剣で確実に1エネルギーをつけることができたりとかっていうようなこともできます。トレーナーズに関してはボールがクイックボールとハイパーボール、そしてねクロススイッチャーが4枚入ってます。このデッキはミュウでねグッズをサーチしたりとか、手札を隠し札で増やしていったりとかするっていうことがあるんで、クロススイッチャーを結構ね決めやすいっていうのも強いところで、クロススイッチャーの強い点はブレイブキャリバーのね反動をリセットできるっていうのも相性がいい部分ですね。ツールスクラッパーなんかもね入ってるんですけれども、一応ねこのデッキはザシアン V にこだわりベルトをつけてガラルニャイキングが出ていると相手のね HP280 のポケモンまで倒すことができるんで、そういう時に大きなお守りがついてたりすると結構邪魔になってくるんでね、ツールスクラッパーも採用されてるのかなと思います。サポートは結構ね最低限の枚数となっている印象で、博士さんマリー1ダンデ1キバナ1ボス2となってますね。基本的に隠し札とかね不思議な尻尾でブンブン回していったりとか、クロバットも使ったりするデッキなんで、サポートはね抑えてネオランド V を採用しているという印象ですかね。すごくねシンプルにね強そうな構築だなという印象を受けましたね。ブンブン回った場合、後攻1ターン目にクロススイッチャーで相手のポケモン V を呼びながらブレイブキャリバーをする。で、次のターンザシアン V スターに進化してさらに2枚取るなんてこともね、全然できる展開もあると思うので、結構回してて、先行は布団の剣で、後攻は高1ブレイブキャリバー狙いみたいなことがね、できて気持ちよさそうだなという印象を受けました。はい、お次はですね、こちらがツタヤさんで開催されたジムバトルの優勝の古賀吉さんの、ザシアン V スターデッキですね。一応デッキ構築としてはオリジンディアルの V スターが 2-3 で入っていて、ザシアン V スターはね 1-1 の採用なので、一応デッキ名としてはオリジンディアルが V スターデッキになっているんですけれども、ザシアン V スターがね採用されているということで紹介させていただきます。デッキとしてはメタルトランスでね動かしつつ、スタークロノスだったりとかを使ったりもできますし、ザシアン V スターも採用されているという感じですね。でこのザシアン V スターの強みとしてやっぱりねオリジンディアルが V スターってミルタンクのねデッキに対してね結構無抵抗な構成が多くて、よくあるのだとギルガルド V だったりとか、あとは25周年パックに入ってるディアルガとかでね対策しているケースもあったりはするんですけれども、
とはいえね、あのミルタンクをね2体とか相手にするとき結構 HP 的に心もとなかったりするんですけど、これねザシアン V ってもともとディアルガデッキとすごい相性が良くて、まあ、不当の剣も強いしアタッカーとしてもね機能するしっていうことで、大体もともとザシアン V 入ってたんですけれども、そこにねザシアン V スターを1枚入れることによって、まあそういうミルタンクとかの対策もしつつ、あの他のね対面でもアタッカーとしてね機能するっていうことで、まあ、ディアルガデッキもね実はザシアン V スターによって強化されてるのかなという印象を受けましたね。でまあ結構メタルトランス系のデッキだとモミとかがね採用されていて、まあ、回復とかをねしたりする構成もあるんですけれども、このデッキはね、まあ、どちらかというと、まあ、そういう回復とかっていうよりかは、まあ、結構攻撃的にメタルトランスを使っていくデッキなのかなという印象ですね。他にもね、ガラルマッキョだったりとか、多分このディアルガはね、伝説の鼓動の方のディアルガかなと思うんですけれども、まあそういったものもね、採用されていたり、トリッキングシューズが4枚、バトルビッグパスが3枚みたいな、初動を安定させるようなカードもたくさん入っているので、こちらもね、まあザシアン V スターの採用されたデッキとして紹介させていただきました。お次はですね、東北岩屋さんで行われた診断バトル優勝のザシアン V スターデッキとなってまして、こちらがアリリンさんのデッキとなっています。こちらもね、最初に紹介したザシアン V スターのデッキと同様に、まあ、ガラルニアースだったりとかが軸で、採用されているデッキで、まあ、クロススイッチャーだったりとかが採用されているっていうデッキですね。違いとしては、あの不思議な尻尾のね、ミュウが入っていなくて、その他の部分で、ポケストップだったりとか、まあ、翡翠のヘビーボールだったりとか、まあ、そういったようなね、グッズ系のカードが入っていて、特にポケストップに関してはね、まあ、かなりグッズがたくさん入っているデッキなんで相性も良さそうですし、サポートとかがね、落ちてしまっても友達手帳でね、回収できるようにされていたりとかっていう部分で、まあ、そんなような違いがあるのかなと思いました。やっぱりね、ザシアン系のデッキはメタルソーサーがね、何枚引けるかっていうのがすごく重要だと思うんで、まあ、こういう不思議な尻尾のミュウだったりとかね、ポケストップみたいなね、まあ、アプローチの選択肢があるっていうのは面白いですよね。個人的にはもうね、どっちもね採用してもうやばいぐらいぶん回すデッキ、まあ、そんなのもねありかなと思います。そしてね、お次がですね、ロトム V スターのデッキを紹介していきます。こちらがですね、カードボックスさんで開催された、診断バトル優勝の五条さんのロトム V スターデッキとなっています。こちらはね、ロトム V が3枚とロトム V スター2枚、そしてね、ポリゴン2がね、だいぶ厚めに採用されているというデッキになってますね。ポケモンの道具は、タフネス、幸せ卵、風船、お守り、抜群グラス、学習装置、黙々スモーク、災いの箱、ツールジャマーとね、めちゃくちゃいろんな種類が入ってまして、計ね、何枚だこれ、計18枚ぐらい入ってるのかなという感じですね。で、ロストスイーパーが採用されていることによって、自分のポケモンの道具をロストに送りながら、自分のポケモンの道具をロストに送る、何言ってるかちょっと分かんないかもしれない、手札のポケモンの道具をロストゾーンに送るコストにしながら、自分の場につけたポケモンの道具をロストに送るっていうことをすることによって、まあ、2枚、ロストゾーンのカードを稼げますよね。これによってポリゴン2の技の火力を上げることもできますと。でまあね、ロトムで戦いつつ残りもポリゴン2をね2回以上使うっていうようなプランのデッキ構成なんだろうなという印象ですね。レスキューキャリーなんかも入ってるんで、トラッシュに落ちてしまったポリゴンとかもね回収して使いますってことも考えられてると思います。トレーナーズもね、火花の決意っていうね、まあ、手札をトラッシュに送り込むサポートがフル投入されていたりとか、まあ、電木っていうね、まあ、手札をカードをトラッシュに送り込むことができる、サポートカードが採用されていたりとかで、まあ、かなりね、あのトラッシュに送り込む気持ちがね強いですよね。18枚もね入っていれば、まあ、全部をロストに送るっていうのはなかなか起きえないとは思いますけれども、まあ、ポリゴン2のね火力も相手のポケモン V とかを倒すぐらいのラインまで届くっていうことも現実的に見込める可能性もあるので、これはね結構自分はもうポリゴン2ゼロでもいいんじゃないかぐらいのロトム V スターの構築を考えてたので面白いなと思いましたね。はい、お次がですね、こちらツタヤさんで開催された、ジムバトル優勝のヨッチャソ選手のロトム V スターデッキになります。こちらもね、ポリゴン2は2枚ずつ採用されてまして、ロトムラインがね 4-2 の採用となってますね。まあ、ロトムは正直 V スターにならなくてもロトム V の時点で結構な火力ね出せるんで、まあ確かに3枚とかわざわざ採用する必要は実はないのかもしれないですね。
デッキとしてはリアンシーで貯めていくタイプですよね。リアンシーを前に出していると種ポケモンをね狙われなくなるんで、その間にロトム V のね特性を使ってドローを進めていく。でまあ攻める時にロトム V スターに進化したりとか、ポリゴン2に進化したりとかっていうような動きを狙っていくデッキなのかなという印象ですね。ポケストップやツールボックスなどが入ってて、まあ、ポケモンの道具がね計17枚入っているので、まあ、これでもうガンガンぶん回していくっていうようなデッキだと思います。タフネスマントがね4枚採用っていうところから、もうロトム V スターじゃなくてロトム V で戦いますよっていうようなね気持ちを感じますよね。このタフネスマント結構多分偉くて、ディアンシーに貼ったりとかして、なんか月光手裏剣耐えるとか、なんかそんなようなね使い方も実はできたりしそうですね。ポケストップとねツールボックスが入ってると本当にねデッキぶん回りまくって手札やばい量になったりするんで、まあ、これはかなり、楽しく回せそうなロトム V スターだなと思いましたね。はい、そしてね最後にね紹介するザマゼンタデッキなんですけれども、まあ、シャロンの方ではちょっとザマゼンタの入賞は今回こちらの1件しかね発見することができませんでした。こちらはカードボックスさんの、ジムバトル優勝のナリアさんの、ロストザマゼンタとなっています。こちらはねデッキ名にもなっている通りロストゾーンと組み合わせたタイプのザマゼンタ V のデッキになってまして、まあ、このキュアはウッウ、闇ラミ、カビゴン、化学月光はネオラント V、まあ、そしてアクロマだったりとかっていう、まあ、いわゆるロストバレットとかロストギラティナーとかにね採用されているエンジンをそのまま採用して、鋼エネルギーとザマゼンタ V スターを投入しているというようなねデッキになっていると思います。でこのデッキの強みっていうのを考えたんですけれども、ザマゼンタ V はリベンジバーストっていう技がね非常に強力な技になっていて、自分がね取られているサイドの分、まあ、攻撃力上がるよっていうような性質の技になってるわけなんですが、ロストバレットっていうねデッキのいいところはウッウで戦って、その後カビゴンで戦って、まあ、その後闇で戦うみたいな感じで順番にね戦っていくので、相手のねサイドを取っていく枚数を結構コントロールできるわけですね。不意にこうサイド2のポケモンを2連続で倒されたりとか、まあ、そういうようなことがあんまり起きづらいデッキなので、リベンジバーストをミラージュゲートを絡めて本当に使いたいタイミングでいきなりザマゼンタ V 出してミラージュゲートで殴っていく、まあ、そんなような、ね、動きができるっていうのは結構相性がいい点なのかなと思いましたね。でもちろん初動で事故ってしまっている時なんかはザマゼンタ V 出して王者の構え使ってこともできますし、ザマゼンタ V のリベンジバーストの後ね生き延びたらねザマゼンタ V スターにして、まあ、V スターパワー使ったりとかメリッサをね使ったりとかして、もうさらなるね耐久力をね確保したりとかっていうこともできますし、なんか最初ねロストザマゼンタって見た時にうんって思ったんですけれども、なんかそう考えてみると結構面白そうなデッキだなと思いましたね。ザマゼンタ V スターは V スターパワーが結構リベンジバーストとね相性が良かったりして、まあ、例えばですけどサイドがねなんか5枚とか取られてる状態のリベンジバーストで270ダメージドーンってね出して、メリッサと V スターパワーで守ってもう1回大火力で殴るみたいな、なんかそんなようなこともねできたりする可能性があるんで、まあ相性良さそうでね結構個人的にも使ってみたい気持ちはあるんですけれども、まあ今回はねまだあんまり勝ってなかったみたいですね。今後に期待していきたいと思います。はい、というわけでね今回は V スタースペシャルセットで登場した新規3種類のポケモン V スターの入賞デッキの方を紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、正直ねやっぱりちょっとここ最近 V スタースペシャルセットとかなんかこうスペシャルセット系のカードの高騰みたいなのがちょっと話題になりすぎて、カードパワーちょっと控えめにしすぎてる感は否めないなって個人的には思ってたんですけれども、まあ、それでもね大会で上位に来るようなポテンシャルっていうのはやっぱりあるカードたちだと思いますので、皆さんもねぜひ、まあ、今回、紹介させていただいたデッキを参考にしたり、新たなね独自のオリジナルデッキを作ってみてぜひね教えていただければと思います。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。今後もねシャロンチャンネルではこういったようなデッキの紹介だったりとか対戦動画いろいろやっていきたいと思ってますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。